皆さんどうも、T 島です。では今回もドラゴンクエストビルダーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで、クエストが今2つぐらいかな、出てるので、ちょっとそれを進めていこうかなと。で、この、多分毒食らってる人ですかね、もうずっと、この毒を食らった音を発してるので、ちょっと解放してあげないといけないんで、多分この、こっちかな、元老話に話せば毒消しを作れるんじゃないかなと。あ、薬の調合室。薬師の設計図。やっぱり作るんであればやっぱり病院の近くの方がいいかな。あ、どうしようかな。これでちょっと置いといて、 L の方のクエスト行きましょうかね。この連れてきた人じゃないかな。あ、あれ違う人だ。あの連れてきた人かなと思ったんですけど、どうやらまだいるみたいですね。ちょっと一回戻って話聞いてみましょうかね。一応ベッドにはもう寝かしてるので、もしかしてクエストが出る前に連れてきたんで、いや待てよ、あ、一応クエストの続きみたいなんだ。ということは新しい病室を作って、まあ、そこから毒消しを与えて治療すればクエスト完成っていうことなのかな。さてこれをどこに作ろうかな。多分予想的にはこっちから道がつながってるんで攻めてくるんじゃないかなと。っていうことを見越して、ここら辺にじゃあ作ろうかな。まあ後々また配置替えはできるので作ってみて、ちょっと不便であればまた配置替えをしようかなと。で、必要なものが、あ、土があったかな。結構土、こっちの整地で使ってしまったんで、ああ、多分足りないな。行ってこないといけないのか。ちょっとその前に一回寝てから。
机と、で、あと扉で完成と。お、薬局。よし、じゃあクエストを完了させましょうかね。うわ、また狭いところに集まってるな。ウルフ、ウルス。そうですね、新しい薬をいっぱい作ってもらえれば、まあ冒険の役にも立つと思うんでね。さて、じゃあそのまま次のクエストいきますかね。いつもなんか何も言ってないんだけどな。お、毒消しそう。あ、なんか持ってたような気がするな、病原体。あ、巨大なドロル。あれ、ワイが持ってたのは、あ、ネバつく液体か。ちょっと預けるものだけ、じゃあ預けて。よし、これで多分食料も十分だと思うんで。で、装備の方もこれだけあれば大丈夫かな。あれ、クエストが2つ。あー、そっか、毒消し層を使って回復しないといけないから、それのものがまだ出てるんだ。はい、クエストの近場まで来たんですけど、その前にこっちの右側の洞窟ですかね。ちょっと夜になったんで、今までずっと左側のあの洞窟の中にいたんですけど、まあ朝になると反対側にもあったんで、ちょっと中を探索してたら宝箱があったんで、ちょっとこっち開けてから行ってみようかなと思います。あー、命の木の実か。あー、壊せれないな。よし、じゃあ早速ちょっとクエストのとこ行って。なぬ、なんかボス戦みたいな感じ。これはやばい。これいけるかな。ちょっと毒を食らわないようにしないと。なんとかかわしながらだったらなんかいけそうな感じもするけど。いけるかな、こいつを倒さないと毒消しそうが。
けたいけた。あ、一応、あ、取れることは取ってるみたいですね。よし、じゃあもう戻ろう。まあ多分あの命の木の実も戦いの前に HP を上げてから行きなさいっていうような感じで置いてあったんでしょうけど、まあまあ今回もできるだけ使わずに行こうかなと思ってるんで。あれ、結構この周りはなんか洞窟があるみたいですね。ちょっとこっちも見てみようかな。おお、なんか黄色色の草がいっぱい生えてるな。何もなかったね。じゃあもうそのまま戻りますかね。はい、ということで一応拠点まで戻ってきたので、ちょっと元老馬のクエストを完了させて、毒消し草ですかね、作って村人を助けてあげましょうかね。新たな研究の、まあ研究の開発の、まあ、糸口になってくれればいいですけど。あ、これで毒消し草が作れるようになった。さて、毒消し草は何が必要なのかな。もうなんかアクセサリー、もうこれは手に入れたのかな。あ、違うな、作り方か。これはハドックのリングっていうんですかね。あ、まあでも確かにこれ毒無効してくれるとだいぶ楽になりますね。薬の葉っぱか。薬の葉っぱはどっかで見たな。さて、ちょっと薬の葉っぱだけ取ってきて、あの毒に侵された人を解放してから、じゃあ今日は終わりましょうかね。はい、一応薬の葉っぱ取ってきたので、これでちょっと毒消しを作りましょうかね。あ、こっちやない、こっちだ。で、毒消し草。一応念のためにいくつかは取ってきたんですけど、ちょうど向こうのあたりの山の上ですかね、に草原になってたんで、そこから取ってきたんですけど、だいぶ、もうあれですね、あの、薬草の葉っぱとかですかね、白い花とかが、もう取り尽くしてしまったんで、また新しい採取場所をまた探さないといけないみたいですね。あれ？持ってないし、ちょっと荷物預けてこよう。よし、これで。あれ、毒消し草持ってないのかな。あ、そっか、合わせて使わないといけないのか。よし、これでもう大丈夫かな。
ということはいっぱいこういうふうな患者さんがいるっていうことなのかな。よし、ちょっと一晩寝て、じゃあ今回は動画を閉じさせていただきましょうかね。ケイシーも元気になったみたい。よしよし。はい、では今回はこのあたりで動画を閉じさせていただこうかなと思います。で次回はケンローはですかね、とあとケイシーが、まあ、新しく仲間になったんで、まあ、クエストがあると思いますけど、まあ、それ進めていこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。